どうも、カジサクです。さあ、今日なんですが、こちら小部屋なんですが、カジサクというか、もうジャージ着てないんだけども、はい、今カメラマンガーのリュウジやってくれて、はい、お願いします。実は本日ですね、まあ、サック氏こと、堤下さんにですね、トークライブにお呼ばれいたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。出てくれへんか言われて、はい、それはもちろん出るやんか。ちょっとまあ、来るかどうかちょっと迷ったんやけども、でもやっぱりね、はい、ちょっと、本当に俺も楽しみやったりするというか、なんかお酒飲んだりしながらトークをするみたいなところらしいんですけども、はい、ちょっと早速横にいらっしゃるんで、はい、紹介させてください。ツッツンでーす。じゃあ怒ってるやん。どうしたん？来てくれてよかったよ。お前あの流れだったら来ないよ。それもあったからな、全然こっちとしては。まあ言うても本番あとまださ、うん、45分あるよ。まあ一応な、まだどうにでもなれんのよ。ああそういうことね。こっからね、こっからまだどうにはなれんねんけど、で帰るってなったらリュウジも一緒に帰るな。そうやな。はい、そうですね。サフランさん、すいません、今日ゲストのマネージャーの木島でも大丈夫ですか？すいません、最悪木島喋れないですけど、どれかするんで。ジャージは着てる。海賊ジャージ着てるんだな。ジャージは着てる。俺でもジャージ着てる木島は 2,3 回見たことあるぞ。今まで過去に突っ込んだことあるぞ。確かに。ああ、もう横浜来るとふざけるよな。俺の横浜のさ、あの野球の番組とかもそうだけどさ。懐かしい。木島がよく出てくんだよ。あの俺系の横浜系の仕事は。あれも小部屋で出してる。そう。3時間ぐらい。そう、あんな長いのが、しかもなんか偉い再生回ってる。お前あるんだよ、カジサックのところにも。あれだから、あの睡眠の時に聞いてたって。あんなの。で、そのまま流しながら寝るっていう。あんなクソ長い動画。だから変な話、はい、あの時の動画ね、ごめんなさい、見てない方いらっしゃると思うんですけど、3時間ぐらいダラダラって喋ってるんですけども、多分そんなイメージだと思うのよ、今日。あの時、まあそうだね、あの時はね、もうちょっと緩いかもしれない、まあ、よりも攻めるトークするかも。まあ聞くところによると、僕配信とか何にもない。何もないです、オフラインです。リュウジ、客席移してくれる？はい。メイキッドロフトっていうね、だいたいキャパ50ぐらいかな。そうですね、50ぐらいですね。の人の方の前で喋るから、はい、しかもお酒飲むでしょ。お酒も飲むし、クローズドですし、うん、一応公開したら、うん、一生出禁だっていう約束で、あのお客さんとやってるんで。前回も西野くんが出てくれたんですけど、ね、一切その内容出なかったんで。素晴らしいですよ、ネットに。だから1回目がゲストで、はい、西野、はい、で今回2回目なんでね。そうです、2回目です。2回目に梶原さん、はい、梶作呼んでいただいて、はい、まあ、いろんなトークをしようかなと、はいはいはい、でもうち一応確認したら小部屋も回していいってことで。もちろんとはいえ、はい、おそらく攻めたトークする部分もあると思う、はい、多分これ1時間、1時間半、2時間ぐらい、2時間ぐらいですかね、喋れると思うんで、はい、だからちょっと編集は入るとは思うんですけど、まあ、もちろん入れてもらわないと困りますよ。急にオンラインになっちゃうんだから、これだと。あ、そうだ、カジサックだったわ、忘れてた俺、キングオブカジュアルで呼んだんだけど、カジサック来たわと思って。あ、そうか、そうだ、あ、そうだ、オンラインだと思って。そうやね、どうする何が休憩あるんでしょ、こっち。休憩あります。そこで俺変わろうと思って、カジサックカジュアル、どっち先でいいかな。いやいや、岸番なんだけど、どっちでもいいよ。そのどの道2回休憩入れてくれ。いや、2回になると岸番かリュウジどっちか出てくる。もうそれは俺、岸番はギリ大丈夫だけど、リュウジはどう回したらいいか分かんないぞ、俺まだ。いや、でも今日せっかく小部屋回してるから、はいはい、前半カジサックで行くわ。じゃあ、あ、本当ですか、うん、あ、ぜひぜひ。で、後半カジュアル歌で。じゃあ、カジサックさんですとお呼びすればいいですか、前半は。そうですね。あ、分かりました。お願いします。分かりました。で、もうカジュアル歌になった頃にはもう僕酔っ払ってる。そうでしょうね。結構ね、お酒も美味しいですし。おそらくこの動画もカジュアル歌の部分ないと思う。いや、そうでしょうね。その方がいいです、あなたのためにも。これ続けるんでしょ、このくらい。もちろんそれです。じゃあ、なんていうライブですか。いや、堤下敦のトークライブってだけですよ。あ、そっちの名前でいくんですね。どっちの名前なんですか。サックシノって入れんの。堤下敦の方。サックシノトークライブって誰も集まんないよ、お客さん、そんな。いや、逆にサックシの方が熱い。いや、サックシのってなったらカジサック毎回来なきゃいけなくなる。それ大変ですよ、それは。とにかく毎月これから先トークライブをやるんですって予定です。一応でゲストもこうポコポコポコって呼んで。はい、そうです、スペシャルな。それは X でいつも告知してるの。 X で告知してるのと、あとメイキットロフトさんの X でも告知してもらってます、うん、両方の X でっていうところで、はい、皆さんぜひそちらの方よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ本番、はい、よろしくお願いします。すいません、よろしくお願いします。ありがとうございます。説明等々のお話終わりましたので、じゃあ本日来ていただいているのか分かりませんが、ゲストの方をお呼びしたいと思います。カジサクさんです、どうぞ。おかんを、すみません、お借りして、おかんを。お前さ、おかんを。なんでこんなおかんとか流すから。いや、カジュアルさんにちなんだ曲1曲しかなかったんです。じゃ恥ずかしいのよ。で、いや、カジサクさんが来ると思わなかったんで、カジュアルさんだと思ってたんですよ、ゲストが。キングオブのカジュアルさんで。一応言うてもこう、X でも言ってたけど、はい、マスクもう着てもうた。ありがとうございます。来たよ、カジ
よかったよかったよかったよ、やめとこうかなと思ったんですよ。1時間ぐらいはちょっと遅刻しようかなって思ったんです。でもやっぱりなんか僕やっぱり今 SNS 時代やからいろいろ見てたら、このライブ楽しみにしてくださってるっていう声も見たからさ。そうです、多いですよ。そうだからお客さんいなかったら、配信やったらツッツンの俺絶対来てないのよ。いや、配信でも来なきゃダメだけどね、前もって言ってるわけだから俺。いや今日お客さんおるんだな。ねお酒持ってきてくれるの、飲み物持ってきてくれるの、店員さんだよ、ここのここの店員さんだよ。 ありがとうだろ。びっくりした。何やじゃない、ありがとうなんかしゃれんのかな。違う、乾杯をするんですよ。あ、そうか。そうそう、じゃまず乾杯しましょう。皆さんお酒持ってますか。そうです、飲み物持っておりますんでね。では歌うよ、今日は。え、歌わねえよ。歌うよ今日はじゃねえよ、お前。僕まずじゃあおかんで。おかん歌うな、お前。クソ恥ずかしい歌を。恥ずかしい歌を。乾杯クソ。乾杯クソ。今度クソ恥ずかしい歌を、お前。歌うじゃねえよ、もうこんなの。せーの、乾杯。お願いします。じゃあお座りください、すいません。もう今日は飲み会ですよ。そうです、そうです。今日はね、あの、なんでカジサックはもう全然イベントも出ないんでしょ。いやもうイベントどころか、俺はもうほんまに、はい、基本的には YouTube を中心にやってますから、はいはいはい、もちろん。もう他のお仕事っていうところも全部やってない、うん、YouTube だけでしょ。もう本当にそうだ、テレビだったりもそうだし、はい、まあ、あとじゃないと、あ、じゃない、まあ、テレビね、そう、うん、じゃないとはやってる、レギュラーでやってるけども、うん、それ以外のそういうお仕事っていうのはもう基本的にはありがたい話でお声掛けいただけるんやけど、うん、もう時間がないから、はいはいはい、だから今日とかもほんまはこの時間一番撮影したい時間なんですよ。7時台だからな。そう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 、なんでね、みんなとこに来ないといけない。それは俺はやっぱ言っていいけど、お客さんにすげえ失礼だよ。カニサックになりたくてね、来てくれてる人に対してこんなところに、あれクソみたいな人形は疲れなんだろ。昔、あなたね、この人形クソみたいな人形って言ったの。クソじゃねえんだろ、ほんま。これ可愛いよね、これね。懐かしいやんか、いつも見に来てくれてんねやんか、ほんまに。だからキングファンは痛いから言ってやるか分からんって。ほんと嫌なんだよ、しゃあない、しゃあない、俺らが痛いね、もうだって。じゃあ、キングファンは大丈夫なんだよ。梶原優太も大丈夫なんだよ。西野も大丈夫なんだよ。ファンが痛いんだよ。クソファンが。そうだ。パネルの時って、俺田村さん家とか遊びに行って、珍しかったんちゃうかな、二人ともと仲良かったというか、うん、だから板倉さんとわーって仲良くしてる後は俺ツッツンとずっと一緒におったりしたもんね。一発としかいねえじゃねえか。他誰が仲良かったんだ逆に。お前壁があったんだよ。よくその中で一発をチョイスしたな。普通なんかもっと優しそうなヒロシとか行きそうだけどな。いや、ちゃうね、なんか、まあ、これこそあのあったかい話じゃないけど、はいはいはい、なんか優しかったやん、インパルスって。ちょっと俺の中で。そうっすか。俺、どうした、ハゲた。ハゲてねえよ。俺がこうやってやったからってハゲるか、一瞬で。お前これで一瞬でハゲたらもうやばいだろ、俺。もう頭髪でエグいことになってるんだ、これずっとハゲたら。ハゲても貸したねえよ、別に今更。そのなんだろうな、あの時って結構バキバキやったやん、うん、パネルやってる時って本当に死に物狂いでやってたし、すごい近藤さんにてね、あの総合演出の方がいらっしゃって、もう切り合いや言うて、まあ、殺し合いやって、そんなことになってたから、もう殺伐としてたやんか。そうね、現場もね。そんな中でなんかね、あったかかってんな。へー、そうそうそう、目があったというか、面倒を見てくれ、あの時まだ先輩だから、もう今もな、ものすごいこうあったかさ、うん、その大丈夫かみたいな感じでやってくれてたんが、まあ、大阪から来てたっていうのもあったし、一組だけな、うん、大阪吉本だったじゃん当時、うんうんうん、だからそういうのもあったから俺は声かけてたけど、相方も多分そうなんじゃない。そうね、うん、で多分ツッツンは、後輩思いやと思うね。その可愛がってあげなあかんみたいなところがあったと思うね。板倉さんの時は多分俺から言ったと思う。ああ、そうなんだ。そうそう、認めてほしいとかさ、うん、なんか喋りかけたいっていうのがあったからかもしれない、うん、まあ同じボケとしてね、同じボケとしてっていうのがあったかもしれない、ね、だから板倉さんから誘われるっていうよりも、板倉さんの場合は俺から言ってた感じが、ツッツンはなんか誘ってくれたイメージが俺、誘った誘った、じゃあねんな、飯とかな、そう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 、飯行こうかとか、だからツッツンきっかけで趣味にハマったり僕してたんですよ。ああ、そうね、一番ハマったやつで言うたらダーツかな、ダーツかな、そう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 、むっちゃおしゃれやったもんね、なんか何でも最先端行ってたよね。まあ俺ハマっ子だからな。え、ベースハマっ子だからな俺な。ハマっ子って何。横浜の育ちの男の子だから、うんうん、浜っ子、もう横浜の地元なんだけど、浜っ子、浜っ子って言うんだよ、浜っ子、違う違う違う、浜っ子、それだとお前ダダっ子だから。俺がダダこれてるやつみたいになっちゃうから、ダダこれてる横浜の人みたいになっちゃうから。浜っ子って皆さんそうなんですか。浜っ子もおしゃれなやつしかいない。え、全員なの。浜っ子全員ほぼほぼおしゃれ。それはおしゃれ、いや、ほぼ全員おしゃれ。
最近の子はちょっと分かんないけどな、うん、でも俺ら世代はもうみんなおしゃれ意識してたな。あ、そう、いやでもほんまにダントツやったんですよ。持ってるもの全部が新しいものやった、うん、昔からな、うん、もうヒゲ剃り一つ取っても、うん、必ず最先端のヒゲ剃り。そうだね、あの時やると4枚刃だったね、うん、みんな2枚刃とか使ってたのにな。そう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 、うん、で俺らからしたらなんでそんなん買えんのぐらいのレベルやった。高いやんか。でも実家だったからなんか悪いことしてたよ、あの時。してない。非常になんか羽振り良かったやんか。いやだから実家だったんですよ、家賃がかかんないから。車乗ってたんですよ。だからその時も実家だったもん。実家だからってだってお金が入ってくるわけじゃないでしょ。いやいや給料はあるじゃん、ってある程度番組で。実家から。なんで実家から俺給料があるんだよ。それ仕送りじゃねえか。給料ってか仕送りじゃねえか。優しさによる仕送りじゃねえか。それハマっ子ってそういうのがあるの。いやないよ、ハマっ子生とかないんだよ、そういうの別に。ハマっ子だからお金が嫁にもらえるとかないんだよ。実家でそのほぼお金使うことがなくて、それで給料もらい出して、うん、でお金使うことないなと思ってたけど、でもじゃあ俺車買った理由はヤマさんですよ。だからなんで。だから僕はチーム改造ってヤマさんの野球チーム1年目から入って、うん、ヤマさんにお世話になってて、うんうんうん、跳ねる扉が始まったのが2年目ですよ、うん、芸歴で2年目で始まって跳ねる扉が始まって、その時の、夜にここ触っててダメですよじゃないんだよ。別に大丈夫なんだよ、ここに触ってて。大丈夫、大丈夫だからこうやってやってんの。ハマっ子やってんな、もう。ないじゃん、別にこうやって窓とか見てるんだろ。俺、チャーラッチャーとか、チャーラッ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 チャーだからって歌わなきゃいけないんだ、お前と一緒に湘南の風歌おうや。俺知らねえよ、湘南の風を。ほんと湘南の風っぽいのに全部混じった湘南の風じゃないんだ俺。全部混じってんな、じゃあこれ巻こうかなじゃないんだ俺。これこうやって喋ってたの誰だお前。何くんか知らねえけど、これお前。俺、井上陽水さん聞きたい、つっつんの。なんで俺が陽水歌わなきゃいけないの。なんでほんとリバーサルホテルとか。いや奥田民生さんと井上陽水、ありがとう聞きたい。歌えんのお前。いや、ちょっと一人で。なんで俺が一人で陽水と民生やんなきゃいけないんだよ、お前。ハモる部分どうすんだよ、ありがとうのとこどうすんだよ、ありがとうのとこどうすんだよ。二人気持ちいいだからね、あそこ。俺歌ったことないから。ありがとうだよ。誰が。お前が。俺ハモるから。何。ありがとう。え、俺なんかした。ちゃんとちゃんと感じてありがとうって言うよ。それは楽屋とかで本番中に思いっきりありがとうって言わないから。いいことさ、ましてやメロディーになってそう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 。90番ありがとうって馬鹿にしてたの。え、ありがとう、ありがとう、ありがとうって俺が歌うの。感謝しよう。むずい方やん俺。じゃあこれメロディーラインだ。嘘だね。ほんとハモリは何。ありがとう、ありがとう、感謝しよう。それ大丈夫か。何が。あ、ごめん、俺勘違いしたら今のありがとうのところ、はい、俺それが主戦や思ってた。違う、ほら難しいだろって。こっちどっちの方がいけんの。逆に高い方が、そっち高い方やろ。だってそう。あ、じゃあ今の言って。ありがとう。お、じゃあ行こう。じゃあ俺今低音で、じゃあ俺がメロディーライン今歌うだから、じゃあ教えて。もうちょうだい、もうちょっと。ありがとう。虫はないね。あ、なんでもない。昨月に歯医者行ってますじゃないんだよ別に。予約が過ぎてたってなのもいいんだよ、どうなって。別にすごいね。何が今なんで日付かくってなって。いや、なってないよ。時計見てもうそろそろだなと思ってるじゃん。時間だよ。で、歌の練習だけしてこうよ。ありがとうだけは OK、ちょうだい。だからちゃんとやれよ。もうありがとう、ありがとう。ガス出てます。違うよお前。俺バス作ってありがとうって言ってるだろお前。そんなギリギリでありがとうって言うの したいだけだよお前。今から死ぬやつがありがとうって言うんだお前。すごい低いテンションで今までありがとうならねえなりこさって言った。それが無気味のありがとうなんだ。このテンションでありがとうなんだ。バス作ってるのありがとうは面白いですね。本当に面白いですね。本当にじゃないよ。どこまで行かせて教えて。もういいよ。どうもありがとうございました。休憩時刻になって、後半戦の会議に通って、ぜひとも2回まで届いてください。ありがとうございます。後半のゲストの方を、お呼びしたいなと、思っております。後半のゲストはこちらの方です。キングコングの梶原優太さんです。まあ、ね、
まあいろいろさこう喋っていく中でさ、まああの前半はねあのカジサックとしてね出てくれたわけじゃんか。で後半はなあのキングオブカジュアルって、結構お客様だから結構贅沢な気持ちになれるんじゃないかと思う。あのカジサックさんはカジュアルテレビ誰かって服の色がちょっと似てるからお前ずっとカジュアルだからと思ってしゃべってたろお前。暴力はあかんで。ツッコミだよ。ツッコミだし、キジバンはこういう時マイクぐらい持ってくれよ。恥ずかしいじゃないか、俺がすごい。ありがとう。俺がずっとこうやってたんだから、お前。後半もよろしくお願いします。さあ、ということでございまして、はじめさんがいらっしゃったということで、ちょっとどうしようかなと。なんかそこ言ってたね、はい、いいこと言ってたね。なんですか、いいことって。皆さんから質問とかさ、はいはいはい、確かにこういうライブってこうやって絡むことがあんまりないもんね、はい、そう、お客さんとね、絡むことないし、でもね、ネキットだとできるんで。ていうか、なんかさらって言ってたけど、何俺読んでなんかほんわりとした空気になると思ってたんだけど、みたいなこと言ってたけど、カギサックさんだったらっていう、タコが来た悪口みたいなって言うタコサウィンだよ、タコサウィンのタコが来たって言っただけ。あの人がタコみたいな。ちょっと俺、タコ野郎って言ってるじゃん。タコが来たって言っただけだよ。タコが来た。食べないよ、タコ。俺食べれないの。え、違うよ。そういう意味じゃなくて、そういう意味じゃなくて、タコサウィンダーは大好きです。あ、なるほど。こうグッて熱入って喋っちゃうと物食べれないんですよ。だからそれまで、それでよう言われて、だから泥酔はしご酒でヒカルさんでやってるじゃないですか。あの時よう言われて、全然食えへんよこいつって言われて。まあご飯と酒をだって大事にしていかないといけないでしょ。そうでも俺も無理よ、むっちゃ食うね。だってあるんだから食べた方がいいよ。確かに、もったいない。いや、すごいいいこと言ってたなと思って。もう何に褒められてんだ俺。いいこと言ってたなと思ってって。何かいいこと言ったよ俺。いや、だから聞けるやりますよ。それどっちでもいいですよ。どんなのがいいんですか皆さんって。これなんかええやん、すごいこの空間でさ、うん、こうあんまりこの距離感でやることがないからさ、うん、質問したいのか、このままがいいのか、うん、歌聞きたいのか。質問したいという方はこの中にいらっしゃいますか。手を挙げていただけたら。あ、はい、どうぞ。あ、ま、あ、マイクある。あ、マイクあるってすごい。そんなシステムだ。でも全然いけるけどね。まあまあいけるけど、ほら一応ね。オドハロの時に泣いちゃいましたって住下さんにお前予約したの。軽く住下に行ったの。住下っていうの。それはお前よくないな。質がって言ったらな、ちょっと女性がって言ったらお前質がとしてますみたいになっちゃう。はいはい、泣いちゃいましたって言ったら、あの甘栗剥いちゃいましたみたいな顔しやがってって返しがあって。そんなこと言っちゃった。違う切ってんじゃんっていう話から。何切ってんじゃん。泣いちゃいましたって言ったら、あ、玉ねぎでも切ってたんですか。そう、すいません。ってなって、甘栗剥いちゃいましたみたいな顔しやがってって言われて。あ、違う、それはツッコミの、 勝手にツッコミを変えてます。甘栗剥いちゃいましたみたいなこと言いやがってって言ったんです。僕は全部覚えます。すごくない。悪いけど、全部覚えます。しかも、住所ことにオンエアされてますもんね。はい、すごいね。全部覚えます、全部覚えます。で、カギサックチャンネルいつも見てて、あ、これがカギオラさんが言ってたツッコミだ、生のものだ、尊敬する芸能人ってすごいみたいな思って、うん、でお互いに尊敬できるなっていう部分だったら教えていただきたい。なるほど、エピソード付きでうまい質問ですね。明石が電車に来た気分です。素晴らしい。電車みたいな。素晴らしいです、ありがとうございます。ないです。なんでだよ。1、2個あれや。せっかくエピソード交えてくれたのに1、2個あれよ。1、2個。いやでもさっき話したっすけど、やっぱり能力ですよね。その本当にまあ俺がの片思いかもしらんけど、はいはいはい、相性がめちゃくちゃいいのよ、ツッツンと。ああ片思いですな。そうそう、やっぱり片思いですな。それね、照れてんの。いや照れてるんじゃなくて片思いですよ。これで俺が思ってしまったら全然面白くなくなっちゃうんですよ。もう分かるでしょ、そんなのあなただって。あなたが俺のこと相性いいっすよって、俺が相性いいって言ったら何が面白いの。いや、まあまあね、だからそのプロのツッコミさん、お笑い芸人さんってたくさんいらっしゃいますけども、はい、もうこれはもう確実にね、よく言う3本の指とか言いますけども、もう僕は絶対に入っていると思うんですよね。うん、その順位はちょっともうよく分かんないぐらいすごい人たちがたくさんいるから、だから俺はもうやっぱりお笑い能力、お笑い筋肉の部分が尊敬するところですね。うん、思んないボケでも面白くできるじゃないですか。それがやっぱ向いてるんですよ、自分的に。ああ、そうかな。カジサックのボケつまんないかな。
なんて。いや、カジサックのボケがつまんないと思ってボケてるってこと。いやいや、俺って、うん、ツッツンといる時と違う人といる時って変えるんですよ、僕って。それでもコメント欄にちょっと書かれてたね。なんて書かれてた。いや、だからカジサックとほら、この前久々にコラボしたじゃない、うちの実家でさ、うんうんうん、その時のコメント欄になんかお互い書かれてたんだけど、同じことを、うんうん、チームのね、チームカジサックも、うん、チーム住田食堂も、うん、こんくらい輝かさなきゃいけないんだよって書いてあって、いや、それはちょっとまた話別なんだけどなと思いながらも、そうね、そうやって思う方もいらっしゃるんだっていうふうに。そうそうそう、だからやっぱ俺っていろいろスイッチ持ってて、多分ツッツもスイッチ持ってるんですよ、うん、てかプロの芸人さんってみんなそうだと思うんですけど、いろんなスイッチ ABCD ね、ある中で、まあね、俺ツッツン用のスイッチっていうのを持ってて。そんなの持ってるんだ。そう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 、すっごい汚いんですけど。汚いって、それを拭いとけよ。なんでスイッチ吹かねえんだ、1個だけお前。何個かかるんだったら吹けるちゃんと。1年4ヶ月使ってなかった。なんでだお前、メンテナンスしとけよ。錆びてた。じゃあメンテナンスしとけよ。じゃあ錆び生えてた。なんで錆びなんだお前、錆びなのどんなボタンなんだお前、生ものかお前、そのボタン。何だお前、生ものボタン。今のとかもそうなんですけど、そのボタンを僕が押すことによってつまんないと思ってボケてるんじゃなくて手数勝負になるんですよ、僕の中で。ああ、そうね。そうそうそう、手数出してもらわないとね、逆にね、こっちね、まあ、毎週キングオングっていうチャンネルをもしね、見てくださってる方だと分かるかもしれないですけど、俺、西野といる時ってそんなことしないんですよ。しないね、ゆったりと、そうそうそう、ゆったりと遠くもね、ゆったりと行って狙いどころでバンって行ったりするんですけども、うん、ツッツの時はとにかく手数でっていうところがあるから。でも俺もあのスタイルでやりたかったりするんだけどね、ゆったりと喋ってバーンみたいな、ひとボケみたいな。俺と、いやいや、まあ、そうそう、梶原さんとですね。いや、俺はしたくないですね。いや、でも、ちょっと問題があって、うん、その、毎週キングコングで、その、キングコングが喋ってる時に、わーっとトークしてて、まあ、西野が話して、うんうん、カジが話して、うん、それで、まあ、一ボケでトーンって落ちるじゃないですか、うん。で、僕もあれできるんですけど、僕があれをやらないじゃないですか。うん、やらないことによって、ツッツン、ツッコミ焦りすぎとか言われてね。あー、なるほどね。そっちに帰ってくる時あるの、たまに。はいはいはい、はい。だ、それはそれで、まあ、そういう見方もあるかと思いながら、そうなんじゃないんですけどねとは言われないけど、いつもう一個僕の話をすると、僕がどうしてそのツッツンスイッチを押すかっていうのは、もちろん第一に自分が面白いと思うからそのスイッチを押すんですけど、はい、次の理由はツッツンが一番面白く見えるんじゃないかなって僕は思うんだ。あー、突っ込んでる時はね、やっぱりあなたってもうブルブルしてる時がすごい面白いじゃないですか。ブルブルは厳密にはしてないんだけどな、ほんと厳密に言うとな、ここだけは本当に誤解なきように書いていただきたいんですけど、厳密にはブルブルは今もしてないでしょ、別にブルブルって見えないでしょ。いや、ほんまにリアル、厳密、本当の厳密に行くんだったらブルブルしてるよこの辺とか。いや、それはだって人なんだから脂肪があるやつ多少揺れるけど、うん、別にブルブルってのお前ブルブルっていうのはブルブルであって、ずっと俺こうなってるわけじゃないよ、別に。ずっとこうなってる、おいお前、叫べよ、叫べよ、おいって言うなら、もうこれブルブルしてくぞって言われても、まあまだし、もうでしょ、うん、こうはなってないでしょ。でもなんせ、うん、このツッツンが一番面白く見える形っていうのがこれなんじゃないかなって思うから、そのスイッチをしてるっていうのがある。だって、じゃあ跳ねるの扉の時にこれやってたからさ、やってないもんね。やってないな、そんなことやってない。そう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 、だからやっぱり俺もいろいろ経て勉強して仮作になって、そこで僕が培ってきたものはやっぱりコラボした相手だったりとか、ゲストの方だったらどうやったら面白く見えるんだろうっていう部分だったりとかするので、だからそういうスイッチができたっていう感じかな。だってアントニオ・ツッツンやばくないですか。うん、いや、そうなのかな、通常通りやってるんだけどな、基本的に面白いよ。だからインパルスだってネタめちゃくちゃ面白いし、じゃあインパルスがあのテンポでやるかってやらないじゃないですか。だからあの時のツッツンはツッツンでおもろいんだけども、あの時のツッツンよりも、こんなん言うとあれやけど、はい、俺と絡んでる時のツッツンの方がおもろいと思うんですよ、俺は。おインパルスの時はやっぱ板倉さんが面白いやん。まあまあ、それはちょっとボケの人ですから。まあツッツンも面白いネタもあるけども、もちろん。でもまあ、もうほぼないですよ、僕はその、だってそんなの出さなくていいんだ、インパルスの時は。出す必要がないんだから。まあそうだね、そうそうそう、出す必要がない。だから漫才とかもしもツッツンとやるってなったとしたら、絶対テンポいい漫才になるんだろうなとか、まあね、サントの富澤さんの時もそうでしたよ。ああ、そうかそうか、その時はそうなったし、でもジャルジャルの後藤でやった時はジャルジャルっぽいネタにもなったし、だからそれがすごくないですか。だからそこ尊敬する。どの色にも合わせれるよね、木村さん以外。木村さんが一番合わせやすいけどな俺は合わせやすいって言ったらもう木村さんだけど、まあまあまあジャンル違うからな、木村さんはな。うん、お笑いじゃないからな、あの人は。だから僕もどっちかっつったらそっちっちゃそっちなんですよ。苦手があんまりないというか。そうだね、あるわ、全然あるわ。ひらがな、ひらがな苦手なんだけど、ひらがなは別にお笑い努力じゃないもん。そうそうそう、だから俺もどっちかっつったらこう合わせ
なんか苦手なタイプがいないというか、誰とでもこう楽しくできるタイプなんですけど、もう一個上のランクのレベルでやってるのがこの人だと思う。うん、何でもいけるやんか、そういう部分では。まあ大喜利とかなってきたらさ、あ、大喜利は無理だよ俺。あれやけども嫌いじゃないけどな、嫌いじゃないけど大喜利はあんまり自分からしない。そうじゃなくて、誰とでもその色に染めて自分を出すっていうのがすごい上手いなと思うよね。でも、そうだな。で逆になりますけどね、僕からね、あの、梶山君になります。まあ梶山さんになりますけど、まああの今言ったのもしっかりなんですけど、その細かいところまで配慮するというか、例えば、何でしたっけ、オドハロって言ってた、オドハロ、踊るハロウィンナイト、オドハロって言ってたでしょ。そうそう、そうだね。そのイベントの時も出るなんて言ってなかったんですよ、全く。正直僕が復帰したのはあのためじゃなくて、タイミングがあそこだっただけで、別にタイミングがあそこだったからたまたま出れたっていう、そのたまたまがいっぱい続いたんですけど、あの時もその西野さんから出ないかって話を言われてたんですよ。で、って言って、どうしようかね、でもまあそこまで西野が言ってくれるんだったらってなって、でその後にカジが、いや出るんだったらちょっとカジ作家の方で出てくんねえかって、ちょっと西野に言われてるから西野の方で相談させてくんねえかって言って相談して、でカジ作家のとこはずっといいんじゃないって西野が言ったから、じゃあカジそうやって西野も言ってるしそれでお願いするわって言ってからの細かい進め方やスピードとか、まあいやだから人を見る目がすごくある方なんだろうなと思いますよ。やっぱ僕には全くない、そういう僕がさつなんで、そういうところが実はこう見えて、だからそれができる繊細な方なんだなっていうのはすごく思ったし、それは素晴らしい技術なんだろうな。だから仮作家が成功してる理由はそれなんだろうなとも思うし、だ結果的に俺が面白いってことか。俺にとってみたら結構面白い芸人ではあるかな。でも世の中の人がどのくらい認めてるかわからんなお前の面白さは。うん、俺が面白いだけかもしれないしな。うん、まあでも俺はね、でもね、6点ぐらいだな。ボケ点数6点ぐらい。7点満点。100点満点。10点満点で。10点満点で6点ぐらい。あ、でもほんまにそれぐらいで攻めてる俺は、うん。そうだよね。そうそうそう、6点、5点、うん、4、5、6ぐらいを連打してるっていう感じかな。あのつまらないボケをしたいくなっちゃうでしょ。そう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 。あえてチョイスするんでしょ、つまらない方を。そうそう。それが困るんだよ俺。だから感情なんかだって誰でもできるやん。そうだね。やってる場所がボケなだけであって、そうね、そうそうそう、誰でもいいもんな、誰でもいい、あんな4点のボケなんですよ。でもどうです皆さん、笑っちゃいません、あんなスーパーの入り口で感情してスーパーカゴで俺ぶん殴られてる。本当にやるんだってうちの俺。あの感情だけは、あんな4点のボケが10点の笑いになるんですよ。それを笑い10点の笑いにできるのがツッツンかなって思うかな。だから似てるかもな、そのお互い、そのなんだろうね、その思ってるところ実は似てて、何掘ってんの、なんか出てくる、出てこねえよ、クライネキデスクじゃねえんだからお前。出てくるとダメですとか言うわけないよ。早いよね、見た今の。何あのスピード感で黒柳徹子さん出てくる、出てくるだろ、黒柳徹子こうやってやったら髪の毛からなんかすごいよね、マジで。お前が途中やったのに、俺お前の途中だったんだよ。俺の途中、お前が喋ってたらこうやってお前が喋ってるからいいやろってこうやってやってたらお前がなんか出てくるのって言うからこうやってなっちゃったんだよ。焦ったっけ。そうだよ、話がそれてる、覚えてないんだけど。いやだからそのお互いに思ってるところは似てて、多分似てるんですけど持ってるものが全く違うし、まあ、なんだかんだね、カニサックだけ言ってましたけど、なんだかんだってちゃんと先輩としてね、崇拝してるから僕のことを。だからそういった意味ではそこの細やかさ、崇拝してない。いや崇拝はしてる、お前、お前ら二人ともキングコングは。いやお前全然してない、お前って言ってるじゃない。それはお前お客さんでやめろ、恥ずかしいだろ。俺が崇拝ってもう何やろうな、兄弟かな、本当に俺そんな感じかな。うん、兄弟ってのもおかしいな、でもなんかな、本当だってお前なんか兄貴の立場っぽい言い方じゃん、あ、兄弟みたいな。弟で言わなきゃ、兄貴役だってなんでお前が兄貴なんだ、お前みたいな人間が。お前みたいなやつのどこが兄貴。いや、もうリアルな話すると弟ですよ俺。だろ、それを最初に言えよ。3つ下ぐらいの、別にリアルの。そう、リアルの年齢じゃないか、別に俺とお前の年の差のリアルな話に話の進め方すんなよ、そんなのボケんのかなと思ったら何でも3つって普通の数字言うなよお前。それ10とか20とか言ってこいよお前、そんなのお前。今のもう実は技術で今のもう彼がまた拾ってくれたんですけど、何をすか、僕もその狙いやったんですよ。今ボケるところじゃないですか今ので、でもボケずに行くところっていうのを判断するキャッチするスピードがめちゃくちゃ速いんですよ。そんなことない、だから安心できるのよ、だから俺何言っても面白くなんですよ。いやそんなことはないですけど、聞いてるからね。
何を？いや特にカジサックの撮影の時は特に話を聞いているから、うん、その余計にそのスピードはどうか知らないけど、うんうん、その話をちゃんと咀嚼してから突っ込んでるからそういう風に見えるんじゃない？視聴者の方にはね。なるほどね。だから甘栗本当どうだったの？泣きましたって泣いちゃいましたって言うから、うん、甘栗剥いちゃいましたみたいな言い方してんだよ。まあ、確かにちょっと似てるよね。そうでもそれ一発目でそのツッコミをすると、うん、一般の方は分からないから、はいはいはい、玉ねぎっていうことでまず泣いたっていうのを例えた後に、うん、剥いちゃいましたのいじりもしとかないとなと思って甘栗剥いちゃいましたみたいな言い方してっていうふうにしただけだって。素晴らしいと思う。それ以外はないです。ジャスミンはそれででどうする。もうね、9時は過ぎた。やばっ。9時は過ぎて規定の時間はね一応9時半ぐらいまで。もう9時になったの？そう9時半ぐらいまでできるんですけど、本当に一応カラオケ準備してくれてるのよ。本当だ。歌聞きたいですか？もうトークも2時間してたしね、カラオケの準備も一応ね、スタッフの方がしてくださったので。うわっ。おー、すげえ、モニターで。うわっ、もう手かけられへんやん。俺、ここにかけないために出してるわけじゃないんだよ、別に。歌詞出ますよで、別に言ってるわけじゃなくて。俺をここにかける禁止で見えようってなってるわけじゃないんだよ、別に。大丈夫なんで、しかもかけるの癖じゃねえし、別に。で、なんか、リクエストさ、募集して。あー、それでリクエスト募集して、これ歌えるなって思うやつ歌う。そう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 、なんか歌ってほしいな。一緒に歌いたいやん、じゃあ。デュエット。ありがとうね。しないよ、だってさっき一瞬戻って練習したら全然無理でした。何言ってるか分かんなかった。難しいからな、あの曲。あ、そうね、じゃあ一回ありがとう流していただいて、うん、それでまあどんな感じかって様子を伺ってもらってさ、元気でね。え、ちなみに知ってます？皆さんありがとう知らない人。え、あ、だってタミオと陽水世代じゃないんだよ。20代とかじゃない？知らないか。ね、20代20代じゃねえだろ、2人とも。何時ボケしてんだ、2人して、20代、20代って。くだらねえボケすんじゃねえ、2人して。そういう時も、ババアはすぐボケる、年齢の時、本当に。今、分かっただろ、今、これで、どてきクレイジーか。おもろい。2人に全然フィーチャーされてない。誰も見てないのに。分かんない、分かんない。一番知ってたら、なんだろ、年下ならダメなんて、2人にとってみたら。知らなさすぎるな。そうだよ、知らない。じゃあ、やめようか。じゃあ、流すだけ流してみるか。一回ね、そのバックミュージックとしてさ。聞いたことあるかもしれない。ツンチャ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 ンだよ。なんか埋蔵金庫だね。埋蔵金庫埋まるだよ。うわ、ちょうど時間になりました。ちょうど9時半になりました。すいません、本当にもう最終的におっさん2人が歌うというこんなライブになると思わなかったんだけどな。楽しんだライブになったんじゃないかなと思います。というわけでございまして、はい、本日のゲストは銀行の梶原さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。最後まで見ていただきありがとうございます。インスタグラムのフォローお願いします。 X のフォローもお願いします。 TikTok のフォローもお願いします。またお会いしましょう。